King of Sports New Japan Pro Wrestling We've reached the end of the line of the High Alert Tour here on New Japan Strong. It's Ian Riccaboni and Alex Kozlov, and that means the main event of the entire tour is today. For the first time on New Japan Strong, Fred Rosser defends his Strong Openweight Championship against Fred Yehi. And Yehi has been asking for this bout for weeks. Fred's Rosser is on a roll, though, coming off a big win against Big Damo. Absolutely. What a huge opportunity for Fred Yehi. And let's not forget, Fred Rosser, he is the Strong Openweight Champion. He is the guy that dethroned the first ever and longest reigning Strong Openweight Champion, Tom Lawler. So this is going to be quite a battle between the Freds. And that is just our main event. In our feature bout, we will see Jake Something take on Eddie Kingston, and to me, this might be Jake Something's golden opportunity because he had a great showing against Brody King, not afraid to go in there with a monster. Now he's not afraid to go in there with a lunatic in Eddie Kingston, and you gotta wonder, is Chris Jericho still in the head of Eddie Kingston? Is this the right opportunity, Alex? I think this could be the perfect opportunity for Jake Something. Because obviously Eddie Kingston has been involved in this brutal rivalry with Chris Jericho, and most recently that barbed wire death match. What kind of condition is he going to show up in? Well, we will find out. That is our feature bout. And in our opening contest, returning to New Japan Strong, X Division competitor from Impact, John Skyler, takes on Lucky Ali, who we saw down in Texas. Should be a great encounter between two young up-and-comers. Let's get New Japan Strong started right now. お待たせいたしました。ニュージャパンストロングの時間がやってきました。エピソードは105、今回もノースカロライナ州シャーロットからの映像でお楽しみいただきましょう。日本語コメンタリー、私清野茂樹と、そして永田裕二選手です。永田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず現れましたジョン・スカイラー登場となります。まあ本当に久々の登場という形になりますが、おお、首にこれドッグカラーですかね、巻きつけてます。最近日本でも新日本プロレスはドッグケージなんていうのが登場したりしますか。やってますね、はい、ドッグカラーチェーンデスマッチっていうのやりましたね。長さも経験ありましたね、飯塚高橋選手と、はいはい、いや懐かしい。登場しましたジョン・スカイラーです。随分久々の登場となります。先に登場しました。でも太ももなんか随分太いですね。そうですね、身長はない分横手が大きいですね、うん、さて続いてはこちら、これまた背が高い選手ですね。ラッキーアリ、プロフィール上では185センチあります。AW に出てる選手なんですよね、まあ、AW にも出てたことがあるというのが正しい表現かもしれません。いや身長高いしね、なんかバネありそうですね。はい、ちょっとね、ナインティーズな印象はあります、このファッションです。リング内容を伺います。まだ22歳と若いらしいですね。本当だ、おラッキーアリ、はい、まあ、実は去年ストロングのダークマッチに登場したことがありますが、そうですか、はい、こうやって画面上でご覧いただくのは初めてになります。まあ、地元の現在はシャーロットの独立団体で試合をしているそうです。やっぱりアメリカ本土はね、たくさん独立団体があっていろんな選手が出て、少しでもね上に行こうとね、はい、どんどん試合して頑張ってるんですよね。うん、
そうなんですよね、はい、ですからこういうチャンスをものにしたいと言いますか、ここで自分らしい動きを見せることができれば、また大きな団体に使ってもらえる可能性が。綺麗な体してますね、はい、ラッキーアリー。いやもうシックスパックが本当に見事です。おお、ちっちゃいからバカにしてるんですね、相手のジョン・スカイラーの。はい、おお、でもあ、でもお互い力ありますね、これ見てると。ロックアップの組んだ状態見てね、はい、なんか力入った組み合いでしたね。おお、一回分かれました。おお、腕を取っていきます。ラッキーアリ、オーソドックスな展開ですね。はい、なんかあの昔のね、ブッカーティーなんかを思い出しますよね。ああ、ブッカーティー、はい、懐かしいですね。長さん接点ありましたっけ。WCW 時代に3回ぐらい試合しましたね、はい、そうでしたか、はい、いや本当にね、おしゃべりの方も上手な人です。そうですね、あの新人時代、新日本にハーレムヒートって形で、はい、あのお兄さんの何て言ったっけな、あれちょっと名前忘れちゃったけど、一緒に来てタッグでやってましたね。あ、そうでしたっけ、スティービー・レイだ。あ、はい、ブッカーティースティービー・レイ組って、そうだ、ハーレムヒート来てましたね。ハーレムヒートで蝶野天山との試合がね、なかなか地方で見てて面白かったのを覚えてますね。お、いや、そうなんですよね、ハーレムヒート来ていました、あの後にやっぱりこう有名になる選手っていうのは結構ね、実は新日本プロレスに来ていたりしますから。そうですね、ブッカーティーでも最後成功しましたね。WWE 最後行ってもう殿堂入りしたのかな、確か。もう本当にあのコメンテーターとしても大活躍、ですね、はい、一回もう WWE で一段落した頃 IGF かなんか来てたかな。ああ、そうでしたね、おお、コーナーに振っていきました。お尻なんかもね、すごく大きい選手ですよね、ジョン・スカイラー。筋肉の張りとかはっきり見えますからね。はい、対角線振っていく。おお、振り返した。おお、おいおい、うわー、これはちょっと残念な落ち方だったよ。モンキーフリップ。おお、やっぱりバネありますね、もうなんか全身がバネ。後ろから、おお、今度は首を掴んでネックブリーカードロップ、カバーに行きます。まあ、やられっぱなしのジョン・スカイラーですか、はい、しかし受け身はね、しっかり取れてますね、一つ、の攻撃に。そしてそのジョン・スカイラーの腕を固めていきます。ラッキーアリ、あー、この辺もね、じっくり攻めますね、ラッキーアリは。うーん、アームロック、まあ、オーソドックスですよね、はい、攻防ありながら、こういうとこは面白いですね。はい、まだあまり両者ともキャリアのない選手なのかな。ああ、今タイツ引っ張りましたかね。ダーティーな攻撃、そして背中にアタック、上下に転落しました。すごい勢いで落ちてきましたね、ただ落ちながらもセカンドロープをしっかり両手に握って、うまく受け身を取れましたね、取れてましたね、しっかり。ダメージは少し軽減できたでしょうか、そこはやっぱり今の受け身は良かったですね、はい、場外、エプロンサイド、これお腹ぶつけたんですね。そうですね、エプロンのところで、場外カウントが数えられますが中に入れました。おお、先頭、体重乗った先頭ですね、はい。あ、言われてみればタイツがちょっと広斎藤的なタイツ、ロングタイツです。なるほど、あのヒロさんとかね、レイジングスタッフ往年の、はい、あの時のね、模様とよく似てます。そうです、似てますね、はい、タイツといえばラッキーアリはあの、何でしょう、このカラフルなリクルード的な感じですね。リクルードですね、はい、エッドバットを使っていく。一進一退になってきました。タフな殴り合い、ジョン・スカイラーも望むところ。おー、しかしうわ、一発いいチョップやりますね、でも効いてないっていう感じで。
今度はエルボースマッシュ。これは初めて見ましたね。追いかけてスピアですか。今相手がね戻ってくる前ですよね、うん、おお、足を踏んでおいてからフィッシャーマンスープレックス。器用ですね結構、はい、ジョン・スカイラー一発スープレックスを見せました。まあ、ブーイングどうしましたかね。お客様に文句言ってますね。あ、黙れって言ってましたね。なるほど、シャラップ黙れ。あ、これでお客さんがすぐ反応したんですね。お、レッツゴーアリですか。ラッキーですね。アリにとにかく声援が飛んでるようです。お、アリが飛び越えた。お、これもすごいいい跳躍、うん、お、しかし膝2パット入ったな。そして持ち上げるか。ダブルアームの体勢からどうする。うわー、担げて、おお、すげえ急角度抑え込んだカウント。おお、そのままステップオーバーとホールド。うまい流れだな。ウィズフェイスロック STF に持っていきました。いや、技がつながっています。どうだどうだ。あー、なんとか方向、体の方向を変えてロープに逃れました。あ、しかしスカイラーは確かに器用ですね。ここ一気に行きたいところですね、うん、ちょっと目離すとこうやって蹴られちゃうんですよね。あ、休んじゃいけませんね。せっかくチャンスですから、ね。殴って、しかしリストを掴んで持ち上げた。ナイスんだ。大技は読まれてる。ロープに飛ばしておいてエルボー、立ち上がった。おお、パンチ。アリが持ち上げてマンハッタンドロップからのどうする。これはシーソーホイップ、セカンドロープに固定しておいて後ろからエルボー。うん、ちょっと彼のパターンになってきましたね、ラッキーアリの。え、なんだ。おお、ギロチンドロップ、トップロープを越えていった。抑えたカウントは。おお、返した。うん、いやー、本当独創的です。アリもここ行きたいですよね。そうですね、チャンスです。アリどうする。しかし今ちょっと隙があった。おお、エプロンサイド。なんかやるのかな。ん、パイルドライバーですか。持ち上げるか。おお、一発キックから、おお、スピアいった。こんなところでスピアやるってすごい危険ですね。いや、捨て身です。そして後ろから、おお、ロープ越しのスピア、うまい、抑えた。カウントはこれも決まらない。いや、かなり強烈に決まったように見えた。ここ攻め時なんですけどね、はい、もうちょっと間を詰めてどんどん次から次へと技出していけばいいんでしょうけど、はい、やっぱきついんですかね、そこまでのダメージがあって、うん、ジョン・スカイラーチャンスなんで、ね、あんまり間を取りすぎると相手回復しちゃいますからね、はい、どうするどうする。コーナー持ち上げて、何すんだ。投げを狙っていくんでしょうか。うわ、お
から上になったのはどうだ、抑え込むスカイラー。あー、これでもジョン・スカイラーもダメージはね、ジョン・スカイラーありますからね、切り返したけどちょっとまだきついと思いますよ、はい、ああスタンガン攻撃、さらにはおお、今リングの中入っていくところをうまく合わせたキック、そしてなんかいくのかな、おーラッキーヤリがトップロープ、おお読まれてる、スカイラーをセカンドロープに持っていく、さらには自らはトップロープ、流れ式の攻撃を狙いますがどうする、スカイラーが神風、これは効いたかな、抑えた、カウントは3つ入った、いや最後は流れ式の神風持っていきました、最後うまく逆転しましたね、はい、ジョン・スカイラーも、いやしかしまあ最後は一瞬どっちがあの攻めてるのか一瞬分かんなくなる展開ありましたね、そうですね、でもやっぱりいろんな展開持ってますね、いやそうですね、アメリカの選手は、あアイスパックを今ねせっかく、はい、放り投げまして、治療用であれしたら相手にね、あの相手の外に投げてしまいましたね、いやこれでまた自分だけ冷やして体を、うん、意地の悪い男ですね、これいやまた憎まれるでしょう、ジョン・スカイラ ー、 あー今日は第一試合勝ちました、しっかりこの憎たらしい男を覚えておいてください、さあ続いて登場するのはジェイク・サムシングです、実は今年の6月のフィラデルフィア大会ニュージャパンストロングに登場いたしました、それ以来です、ジェイク・サムシング、まあ、あの時はブロディ・キングとも対戦したんですが、実は長瀬さん、はい、インパクトで小島聡とタッグを組んだこともあるそうです、あそうですか、はい、あ去年の5月かな、じゃあ小島選手言ってましたからね、そうですね、でもそれにしてもいい体してますね、いや大きいですね、この筋肉、筋肉だし、あの背も高いし、はい、で海外の選手には珍しくね、あの黒いタイツと、はい、黒いタイツで、黒いシューズを、布団を痛めてんですかね、なんかサポーターしてますけど、そうですね、そのようです、うん、後ろにはバックプリントでサムシングって入れてんですね、ジーンズのブランドではありませんそりゃそうだあ意外と長田さんに受けました、ありがとうございます、いやツボにはまっちゃいました、ちょっと真面目すぎましたね、ここもいや、はい、ちょっとリラックスさせていただけたのでこれから全開でいきたいと思います、はい、反応していただいて何よりです、はい、さあサムシングが先に登場です、おお人気者ですね、エディ・キングストン、エディ・コールですよね、うん、来ましたエディ・キングストン、人気者です、なんかね表情を見てると、はい、バンバンビガロ思い出すんですよね、あ、まあ、バンバンビガロというよりはちょっと小柄ですよね、ただ表情とかでいい面構えしてますよね、はい、いやもうねこの黄色と黒がトレードマーク、うん、トレードカラーです、そうですね、もう結構売れっ子なんじゃないですか今、うん、はい、まあ、AEW に、まあ、いるわけなんですけども、はい、本当 AEW 以外にもね、結構引っ張りだこなところもあります、新入の大会にも多々出てますよね、はい、湧いてます、でも180センチ103キロってそんなことないだろうって気がするんで、もうちょっと体重ありそうですけどね、あそうですね、ずいぶん前のプロフィールなのかもしれません、でしょうね多分、片や、ジェイク・サムシングのこの体、すごいですね、いやもうなんか足も長いし、はい、いやかっこいいですよね、あの筋肉は理想的ですよね、さあ体型的にはもう随分違いますけれども、なんか格闘技系の構えをしてますね、エリー・キングストン、彼の試合あんま見たことないんだよね、あそうですか、じっくりとはね、断片的には見たことありますけど、あの裏剣をね得意にしてまして、裏剣やっぱ格闘技志向なんですかね、はい、うんどうなんでしょうか、おかなり、まあ日本のプロレスに大きな影響を受けてるとは聞いてますけど、モクスリーとね組んでましたよね、はい、確か、去年のあのなんだ
ダイナマイトの時にね、僕が AW 出た時も、モクスリーいつもついてました、ずっとついてたんですね、はい、で、鈴木みのる選手とはね、対戦がありました。あ、そうですか、はい、ああ、おお、わあ、まあ、本当大振りとか、いい意味でのいいラリアとかやりますね、はい、サムシング、まずは打ち勝ちました。うわ、顔面入れてくる。うわ、強烈なストレートですね、はい、おー、コーナーにぶつけておいてから、結構荒っぽいですね、動きがね、こういう荒々しい攻撃、ちょっとまだ序盤ですけど、はい、エディ・キングストンいいとこないですね、うん、そうですね、チョップがあんまり上手くないな、これ。あ、今のよかったな、ちょっとあんまり迫力がないっていうか、結構マシンガンチョップなんかもね、得にしてます。あ、そうですか、はい、小島選手の影響を受けましたかね。おそらくね、小橋健太だと思うんですよね。小橋さん、はい、そりゃそうですよね、小島さんからなかなか影響を受けないですね、まあ、私は言ってませんけど、はい、全日本プロレスが結構ね、好きらしくて。ああ、そうですか、90年代の全日本プロレスが大好きです。四天王プロレスと言われたね、はい、そう、小橋さんやってましたもんね。そうなんですよね、マシンガンチョップ、はい、おお、ショートレンジで打ってきます。いや、この辺ちょっとウエイト差もありますからね、ちょっとこれ押されっぱなしですね、エディは。コンディションもどうだろう、ジェイクソンシングね、いいんだろうね。うわー、すごい、うわー、ボディースラム一つ取ってこれだけインパクトのあるやり方ありますからね、はい、こういう選手がいるんですね、やっぱ海外にはあんまり名前分かんなかったけど、ね、場内エリーコール、うん、キッチンシンクから何すんだ、ダブルアームスープレックス、なんだろう、おう、膝をキャッチする、サムシング、おお、ダイレクトにマットに叩きつけておいてからのチョークスラムか、おお、落差のある攻撃、抑える、カウントは返します。なんかそろそろ反撃してほしいですね、はい、エディ・キングストン、今上背を使ったね、見事な攻撃です、ただちょっと、ジェイク・サムセン攻め疲れというか攻めあぐれてるんですかね、ここは一気に畳みかけてもいいと思うんですけどね、はい、大技いかないですかね、うん、おう、サミングか、もう結構こういう格闘技志向でもこういうサミングみたいにやるんですね、はい、突っ込んできたサムシング、おお、おお、お、でもちょっと気合入ってきたかな、お、倒れないもんな、このラリアとかだって喧嘩の様相になってきました。試合だ、うわ、ジャンピングハイキック、おい、そしてラリアと、ようやく技が、ね、畳みかけられてきましたね、はい、エディ・キングストン、まだ5分ですね、です始まって5分で結構ヘロヘロですね、お互い、あ、結構スタミナ消耗してますかね、そこまでぶつかってないと思うんですけどね、長さんのご指摘はなかなかこれは確かに鋭い、もしかしたらそのジェイク・サムシング、ね、もしかしたら打たれるかもしれないですね、あ、これだ、はい、あ、こ
小林さんほど回数はできませんね。うん、確かにちょっと少なめでした。膝から崩れた。そしてサムシング持ち上げるか。おお、ファルコンアローだ。ファルコンアローですね。結構いろいろ大技持ってますね。そうですね、ジェイクサムシング。はい、大技を繰り出しました。なんだなんだ、狙ってるのは、持ち上げるのか。ドロップキックは避けられた。読まれてましたね、エディ・キングスの攻撃。あ、今度はサムシングが読まれていた。あ、お互い技の読み合いです。低空ですか今の。そのようですね、膝にドロップキックいきました。この巨体に似合うの結構細かい技使いますね。そしてこれなんでエクスプロイダー。そうなんです、やるんです。やるんだ。おお、DDT。 ここチャンスですよ、畳みかけないと。はい、畳みかけたいところ。右手を突き上げました、エディ・キングストン。お客様も立ち上がってね、ラリアと行けって覚えてますね。ほら、避けるし、かわした、持ち上げる。あ、これはデスバレーボムのような形か。カウントは2つ。いや、決まったかと思ったけど、なかなかしぶといですね、キングストン。いや、タフです。うん、あ、ちょっとこれ頭落ちましたかね。場外に降りてエスケープ。どうする、サムシングが勢いをつける。おー、いった。おお、いやー、このジェイク・サムシングも器用ですね。はい、いろんな技やりますけどね、なかなか超えていきました、致命的なダメージを与えることはできてないですね。なんか今のね、プランチャーなんか見ても、昔のビッグタイトンみたいなね、もう一発欲しいですね。はい、リング中央持ち上げるか。あ、膝が効いてますか。足痛めたのか。おー、エクスプロイダー、いい角度でしたね。長瀬さんからは評価いただきましたが、バックアップいった。畳みかけましたね。うわ、ローリングしてのけさ蹴り、抑え込む。カウントは3つ入った。最後はバックフィストか。あれ、裏剣ですね。裏剣ですよね、これ。バックフィスト、拳を握ったかどうか定かじゃないですけど、得意のバックフィスト、トゥーザフューチャー。エクスプロイダー、バックスープレックスとね、畳みかけて最後は裏剣ですか。はい、まあ畳みかけ3つ最後バンバンバンってやったのは良かったですね。うん、得意技で勝ちをもぎ取りました。うん、まあ、だってどうだろう、全体の7割ぐらいはジェイク・サムシングが攻めてたんじゃないですか。はい、その3割の一部でエディが逆転勝ちしたっていうね。まあ、もしかしたらこういう勝ち方してるんで、エディの、ね、こう人気ってそういうところから来てるかもしれないですね。そうかもしれません。かなり、ね、攻められる場面というのがありました。受け身もうまいですよね、見てると。お、最後は得意の裏剣、バックフィストで決めました。人気者エディ・キングストン、まあ、ストロングのリングは本当に久々ということになりました。お、今日はジェイク・サムシングを得意の技で下しております。今肩を借りて引き上げていきます。人気者エディ・キングストンでした。人気者であり売れっ子ですね。そうですね、さあこの後はメインイベントです。
Royce, where's this one going? Parts unknown. Tokon Shop Global. We ship worldwide. Why, buddy? You finished those Okada orders yet? Yeah, with the new Team Filthy shirt, papi. Genius. Eso, mi gente. The stars of today and the legends of the past come together on your smartphone. NJPW Collection. Pick up cards from special draft events. Use your collected cards to form your own faction or exchange them for limited edition special cards. Check in live from venues or remotely from home to get special tickets and items. Add all of New Japan Pro Wrestling to your collection now. NJPW Collection. Did they do to Rosser? Just pouring blood. And there's nowhere to go for Tom Lawler. And that's it. He did it. Rosser has done it. And for a man who's faced so many obstacles and instead turned them into positives, instead has turned them into moments. Koji Clutch locked in. But look at that. That hand now striking Bateman. Tap out! This place is sacred. This place is sacred. New Japan Strong is sacred to me. Can I help you? You work too damn hard to get your ass beat. Fred Rosser, make no mistake. I'll beat your ass. Is that right? I see you down the road. Anytime, any place, anywhere. I'm a fighting champion. And I'm gonna show you. We'll see about that. Anytime. さて、お待たせいたしました。メインイベントはストロング無差別級タイトルマッチです。まずは初めてタイトルマッチに臨みます挑戦者フレッド・イエハイの入場です。いや長瀬さん、はい、今回イエハイがタイトルに挑戦するっていうのはこれ楽しみですね。挑戦ですか。なかなかね、小粒ですけど生きのいい選手なんで、ね、楽しみですね。いやしかも初めてですからね。初めて、お初めてのタイトルマッチ、ご覧ください。この固めのね、色の入ったサングラス、固めこれトレードマークなんです。じゃあもう片っぽは暗く見えないですね。そういうことになりますね。なんか練習着みたいな短パンで来ましたね。前ロングタイトルだって僕が試合やった時はね、去年確か。そうですか、はい、結構ねコシもいろいろ変えてきます。夏だからやっぱり、短パンが暑いからいいのかな。そういうことなんですかね、夏仕様で入ってきたんでしょうか。僕がやった時は春でしたからね。春仕様だったかもしれませんね。衣替えするんですね、お、タイガー服部氏がリング上にいらっしゃいますね。立ち会い人ということです。やはりタイトルマッチですから、さて続いてはチャンピオン登場です。9回の防衛に成功したトム・ローラーからベルトを奪いました第2代のチャンピオンフレッド・ロッサー出てきました。まあチャンピオンになってビッグデームを倒して初防衛に成功、そして迎える今日このシャーロットで2度目の防衛戦です。さあ長さん、まあ、前回は初防衛戦は結構大きい相手にね、はい、ちょっと苦戦したという印象も残しましたから。そうですね。いやでも、まあ、自信はね、自信がちょっとみなぎってきてますね少しずつ。はい、今日はですから自分より小さい相手ですよね。そうですね。だうまくね、横綱相撲できるように頑張ってほしいですね。はい、腰に輝くチャンピオンベルト、かっこいいですよね。見て手足長いし、体もいいですからね。でこのベルトがまたよく似合ってるんですよね。似合いますね。スキンヘッドにして精悍ですよね。はい、まあ、またこのストロングの、ね、ベルトのデザインもなかなかかっこいいんですよね。
視聴者の皆さんからも好評いただいております。チャンピオンベルト、さあ一旦タイガー服部さんの元に出渡されました。フレッド・イエハイが挑みます。初挑戦。ベルトを四方に向けるときはもうちょっと真ん中に立って向けてほしいですね、服部さん。長さんからのリクエストです、はい、さてストロングのベルト、まあやっぱりね長さん、はい、チャンピオンベルトっていうのはね、この巻いた人がどういう戦いをするかで価値って変わってきますからね。そうですね、まあ、ベルトともに成長する選手もいれば、はい、ベルトがちょっと重いで最初ちょっとなんていうんですかね、戸惑うというか、そう勢いとは裏腹にちょっと空回りする選手もいますけど、はい、どうなんでしょうね、このフレッド・ロスターの場合は。タックル早いですね。いやレスリングのベースがあります、フレッド・イーハイです。いやいいな、今多い、うん、チャレンジャーガンガンいかないといけないですね、はい、そういうのを実践してますよね、タックル。それからいや今の早かったですよ、タックル、うん、サブミッションも得意です、おお基本的これはうまいな、ちゃんとおリストしっかり取って返す。おお、これより。またタックルから。いや本当にね、イエハイはね、なんか独特の動きでね、これがキレがあってね、はい、本当にいい選手ですよ。うん。もうストロングではね、すっかりおなじみの選手です。うん、手四つ。今度は腕を取っていく。ちょっとあい短パン系ってマイク・タイソンを若干連想させるコスチュームですね。確かにそうですね、おダブルチョップで倒しましたね、はい、まあ、このフレッド・ロスターも元 WWE で、タッグチャンピオンまでね、タッグチャンピオン、あ、はい、そうですか、ですそれすごいな、おヨチンドロップ綺麗ですね、おあそしてこれが得意のヒップドロップです。このヒップドロップが得意技、おまあ、柔らかいですよね体が、うん、どちらがペースを掴んでいくか、持ち上げるか、おお軽量のイエハイを持ち上げてまたヒップドロップいった、おうん、ボディに入ったようです。おお、そしてラフファイト、おい、あラフで返すか、今度はイエハイ、お互い引かないですね中さん。そうですね、でチャレンジャーいいですよね、こうやってどんどん行かないと、はい、イエハイ、やっぱチャレンジャーとしてすごいいい戦いしてると思いますね今日は。先にやっぱり攻めるというのは鉄則ですよね、あこれ今鼻の穴ですかね、ちょっと人間の急所を抑えてね、やっぱ気が強いんですよね、これでももともとロッサーが仕掛けましたよね。まあそうですね、だからやり返してさ頭にきて、はい、あこういう腕折りなんかね、どこで覚えたんですかね、あ効果的ですね、あもしかしたら長さんの試合のビデオを見ているかもしれませんよ。うわそれどうだろう、アームブリーカー、おうわまだ行きます、おいいな、お素晴らしい、おお素晴らしい、うん、この見てくださいこの体の躍動感、はい、本当ね、なんていうのかな、なんかまあなんて言えばいいかって言ったらあれですけど、とにかくね、ええ、言葉では表現できないぐらいの躍動感あふれててね、うん、本当見てるお客さん興奮しちゃいますよね、はい、そしてヘッドシターズですか、これヘッドシターズに持っていきます。まあ、躍動感あふれる動作を見せながらこうやってオーソドックスのヘッドシザーズでね、はい、固めるという、そしてロープに逃れましたフレッド・ロスター、相手を見た方がいいですね、そうですね、できればフレッド・ロスター、はい、おう、うわチョップが弱いな、そしてコーナーに詰めていった、おいいね、うん、フレッド・イハイ、もうやってよそ見しちゃうと、はい、膝の、ね、横から、はい、外側から蹴られてちょっと痛かったですね、やっぱこれぐらい積極的に攻めるとね、しっかりチャンピオンも受けながらも
どっかでその反撃の糸口を見つけなきゃいけないんでね、常に相手から目を離しちゃいけないんですよ。ちょっとロッサーが相手から目を離しましたか。そうですね、そこで膝蹴られちゃったでしょ。はい、そんなに致命傷にはなってないかな。でもこう見てると、あ、コブラ寿司といくか、随分オーソドックスで派手に、ね、蹴ったり派手に動きますけど、攻め自体は基本的にはね、オーソドックスな攻めをしますよね、はい、非常にいいと思いますよ、レースリングしながら。フレッド・イエハイですね。はい、そうです。イエハイが、イエハイですね。あ、フレッド対決なんだ、これ考えてみたら。実は両方ともフレッドなんです。なるほど、大きいフレッド、小さいフレッド、ね、はい、小フレッド、大フレッド。なるほど、はい。お、逆に切り返そうとしてるけど、お、入れさせない、力強い。おお、コブラツイストはいかせ、小さい方がなんか勢いっていうかね、力強いですね、はい。そして絡みついていく、コブラツイスト決めていくか。入りましたね、うん、綺麗なこの足のフックも見事。しかしロッサーが返す、ヒップとして返した。喉元を掴んだ。お、今口に入りましたチョップが。あ、そして背後に割ってスリーパーだ。いや、いいですねこのフレッド・イエハイの攻めは、うん、いや、チャレンジャーとしてこういう姿勢はいいですね。そして喉元、相手がのけぞります。強力なチョップ。ああ、耳を掴んで、これは反則です。 あんまり抵抗すると耳切れちゃいますからね、はい、おお、エルボー。しかし膝、全部ガードしてね、はい、いや、そういうとこよく見てるな。キックは読んでる。おお、ショートレンジ。あ、今の曲がったな。近づいてチョップ、そして膝から崩していく。あ、このヒップアタック得意なんですよね。あ、そうですか。ヒップドロップ、ヒップアタック。まあ、あの、日本にも言いますけど、この、ね、お尻を使った攻撃から流れを作っていく。今のはヒップっていうよりもなんかね、太ももとか膝というか、そんなイメージがありましたね。強烈ですよね、はい、あ、聞きましたね。そしてイエハイ背後から狙ってる、来た、持ち上げる、ロッサバックから今度はイエハイスリーパー。この自分より背の小さい相手にスリーパー決めた、反るからね、より厳しいんですよね。さあ、エルボー、何発やってた、おー、強烈、ローリングエルボーいった、抑え込む、カウント。お、もしかして STF に持っていくか。いや、ここからチキンウィングがあります。これはガードしてる、イエハイ。こうやってガードしてるところは、あの、拳のグリルでね、あの、スペースを開けようとするところはね、なんか新日本の道場で昔襲ったよね。まあ、別に新日本の道場いたわけじゃないんですけど、はい、あ、噛みつきた、噛みついた、噛みついた。あ、これはね、日本では裕次郎がよくやりますか。おお、すぐ返したな。小腹ついた人は読んでる。ちょっとまだ指が痛いようです。イエハイはちゃんと見てますね、相手を。うん、来い来いと。イエハイが挑発。来たところをスライディングレッグ先輩。うまい、うまい。うん、しかし倒れない。相手を来させるふりして、インサイドワーク立ててますね。はい。リストを掴んだ。ああ、フランドキック。もう一発。読んでる。空振り。持ち上げる。ああ、エメラルドドージョン。これが得意技。抑え込む。3つ入った、一発で決めた、防衛成功です。2度目の防衛に成功したフレッド・ロッサ ー、まあ一発に助けられたかなっていうところですかね。やっぱペースはね、はい、フレッド・イエハイがかなり掴んでて、やられても反撃するね、チャンスをね、常に狙ったんですけどね、はい、やっぱ最後にこの一発で決める技を持ってるところにね、あのフレッド・ロッサーの強さが見えたかなと、まあ、それがあったから良かったなって感じですね。あ、
まあ、確かに試合中のね、コメント長さのコメントを聞くと、フレッド・イエハイに対する評価かなり高かったですね。いやそうチャレンジャーですからこれぐらい積極的に攻めてね、やっぱりあのベルトを取りに行く姿勢を見せるってことにねすごく好感持てましたね。はい、まあフレッド対決ですからね、勝ったのは大きいフレッド、ロッサーの方でした。まあ、フレッド・ロッサーもこう 2試合 見ましたけど、ちょっと違ったあれですね、あのチャンピオン像を見せてくれるのかな。I say it all the time, whether it's in front of 50 people or 10,000 people, this is so much fun for me. I can go back to WWE, I can try AEW, but New Japan Strong is my home. And I hate to say it, but I gotta call myself the People's Champion of New Japan Strong. WWE に戻ることはないんだと。もう新日本プロレスがホームだと。自分はピープルズチャンピオンになるんだと。The Strong Openweight Championship means the world to me. I'm going to be a fighting champion. Fred, you did a good job, but it just wasn't good enough. So who's next for the Strong Openweight Championship? 今日イエハイ下して次は一体誰だと。次の挑戦者。もう誰が出てきますかね。どうでしょう。誰だ。また別のフレッドか。曲が流れた。ああ TJP、 DJ が挑戦するんだこれ。そういうことですよね。無差別級ですから。そうか、はい、ストロングは無差別級ですから。そうだ、おお TJ 出てきました。うわー来ました。うわーこう見るとかっこいいですね、TJ も。IWGP ジュニアタッグチャンピオンがここで登場です。Let me give you guys a fun fact about TJP and I. He knew many years ago that New Japan Strong, I wanted it to be my home. And it all went down in the DM on Twitter. I talked to you and I asked you, what is it going to take for me to be a part of this family? I respect you because you're an OG, but there's no reason for you to be out here. I make the challenges, you don't. TJP に敬意を表しながら。 It's good to see you, Fred. It's good to see you. And it is true. You reached out to me and I reached back. And I recognize when somebody of your caliber belongs on a stage like this. But let's get one thing straight and let's make one thing clear. We're not sharing this ring, you are renting this ring. And you're renting this ring from me. This is a ring that I helped build, and I know you pride yourself on being the people's champion for Strong, and that's cute because I happen to be the public enemy. So if there are ever two people made to do this over that, it would be us. And you know what? This hand happens to be empty, and this one is already holding a title, but I think I would like to add to it. So I'll take you up on that offer. And I don't know if you want to do it right now. I don't want to know if you want to do it next time, but I will take you up on that. I think we can do it right here, right now. もう今すぐやろうぜということで、
どうやら合意したようですね。We could do it right here, right now. However, I would like to do it in a place that I call home, in front of some people that I consider much, much better than them. So let's do it at home in Los Angeles. They don't call me Mr. No Days Off for no reason. You want to do it in LA? Well, just like I've said to every opponent, you're going to leave with three boots on, two on your feet, and one in your ass. TJP にとってここホームじゃないんで、そう、なるほどね。Of how badly Mr. No Days Off, the suntan Superman, put a whooping on that ass. Get ready, because it's time to go to work. ああ、俺もう休まない男なんだから、別にロサンゼルスだって構わないと。ああ、休まない男。はい。どっかで聞いたことありますね。そうですね。似たような方が日本にもいらっしゃいますけど。これはですからもしかしたら西海岸で対戦が実現という可能性も出てきましたね。自分のホームでやらせろってことですか。はい、まあホームっていうのはね、結構やっぱり選手にとっては大事なところがあります。まあそうですね、長さんにとっては東金のようなものです。そうですね、東金、はい、力ありますねやっぱり、はい。TJP はその、まあ、自分のホームでの対戦を要求したということになりますが、今後どうなっていくでしょうか。とにかく、まあ、対戦はもう受託しましたから、はい、お二人の対戦は決定的と見ていいでしょう、はい。いやフレッド・ロッサー、この人気もんですね結構。そうですね、チャンピオン今日はこのシャーロットで防衛に成功いたしました。では二人の対戦正式決定を待ちたいと思います。ということで永田裕二選手ありがとうございました。どうもありがとうございました。